どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わったみたいなの。でも何が変わってしまったのか思い出せないのよ。どこが変わったんじゃ。喉のところまで出てきとるんじゃが。俺も誰かのことを忘れてしまっている気がします。どうかしましたか。ああ、持ち帰った仮面ですか。これは一体誰のものでしょうね。バーダックさん、いや、もう一人これをつけていた人がいた。そうだ、俺はこの仮面をつけていた人を知っていた。その人を連れ戻すために俺たちは戦った。かけがえのない人だったから。俺と一緒に様々な歴史をめぐって一緒に戦い続けてくれた俺のパートナあった。この歴史だ。ダメだわ、宇宙が崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。あなたは、どうしてここに。まさか、ここまで追ってくるのは。ここでドラゴンボールを使ってしまう。あなたたちと戦う歴史そのものがねじ曲がる。何もかもが変わってしまう。記憶すら消え去るはずなのに。私の計画がここごとく。なんと、頭に飛び出た。どちらが歴史を争おうとしているかは分かった。これ以上ここで好き勝手はさせないぞ。やりくおー。
どうやら追い返せたようですね。強い人だったな。うん、あんな人が来てくれるといいな。お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトワがいるわ。今回のようなことが起こる前にトワを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様、どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾やキリが眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があればもう一度時空を操ることも簡単に。おかえり、ミラ。さて、もうこんなところに用はないわね。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗る前に、俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。なんて、あのミラをここまで追い詰めるなんて。こうでなくてはや。それでこそ俺が認めた強敵だ。ミラ狙っている。限界を超えた反動でオーバーヒートしているわ。止まりなさい、ミラ。それ以上は危険よ。私の声は届いてない。このままじゃコアが暴走してコアに宇宙ごと吹き飛んでしまう。今のうちに逃げる。どれほどの爆発になるかわからないわ。
爆発が次元を突き抜けて、この卵が壊れでもしたら。しかったちょっとあなた、ミラを早く止めないと友倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。自分でリミッターを外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。あやつは時々と卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。やめんな、まだ早いよな。最強である使命も、創造主の命令も、これが今の俺にあるのは、お前たちに勝ちたいというその思いだけだ。ただの人間でありながら、ここまで強くなれたお前を尊敬して、だからこそ倒す。何なんだ、信じられないほどのパワーだ。そう言うなよ、じっちゃん。ミレーとかなんとかオラにはよくわかんねえし、こいつがとんでもねえのもよくわかっけんど、でもここで戦わねえ理由にはなんねえ。それにこいつと戦ってるとわかるってしょうがねえんだ。
り返せ。嬉しいぜ、ここまで食い下がってくれるとは。だが、もっとだ、もっとあがいてくれ。ちっとは聞いてんのかな。こっちも本当までやってんだけどな。楽しませてくれ。これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たち。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回なーに、心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。キー、なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラよりタチが悪いわね。ははは、わりわり。あ、みんな、やっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。ぜひ。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。すげえやつがたくさん出てくっていいな。のこら、ワックワクしてきた、ジェル。じっちゃん、先に言うなよ。
サンキュー、ウィスさん。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。ほう、残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさあ、そうと分かれば行きましょう、行きましょう。私ちょっと待って。アルファ、ウィッサー、ちょっと。どれどれ、どっちもいいんじゃない。どこの誰なの。僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやビルス様。あ、おいぼれ海洋神か。これはこれはビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか。いいだろう、そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞお二人とも召し上がれ。どれどれ。さあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チーズ、チーズ、チーズ。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし、頼んじゃいましょうか。キーこりゃ、ドラゴンボールを狩るはずみに使いよってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね、ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつ、いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか。いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか。おめえたちって結局どっちが強いんだ。それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの、戦ってみればわかることじゃありませんか。だよな、やっぱそうこなくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。え、そんなんつまんねえじゃねえか。ほう、悟空さんたら。ハハハハ。